本当に下手くそすぎて城田さんにたくさんご迷惑をおかけしたんですが、何度も何度もあの練習に付き合ってくださって、その中でその作品の中でダイヤが走っていってこうピョンって飛び蹴りをして道高くんのお腹を蹴るところがあったんですけど、それがなかなかうまくいかなくて、何度も城田さんの息子さんをが危ないという状況がありました。そのチョイス、まあそうですね、ちょっと危なかったです。危ない時ありましたね。危なかったです。すみませんでした。いえいえ、とんでもない。もう何度でも蹴ってください。本当にあーっていう声が一回、一回ね、危なかったですね。完璧にヒットしました、はい、いやもう一回ちょっと本当にほーってなってはい、でも本当もうあの熱心だから、あこ う, そうですか。で、初アクションなんでね、やっぱ力んじゃうんですよね、きっと。だからこうグッていっちゃうんだね。そうですか。いいんですよ、全然いいんです、はい、目線欲しい方手を挙げてください。いいですか。じゃあ、はい、じゃあ右の方、どんどん右の方行きます。はい、上手の方から真ん中戻ります。2列目、はい、ありがとうございます。はい、はい、お願いします。